あれ？ゆうやちゃん視点になってる。あ、今視点が変わった時の表現だったんじゃ。あ、これあれか。京介が、お父さんとの、あ、ゆりあちゃんのお父さんとの会話したことを思い出して、こういうことを言ってたんだよ、みたいな感じのことを言いに来た時か。まさおか、わ。こんな時間に。桜井君にしては非常識な行動だね。初めて京介くん以外の視点になったんじゃ。ちゃんと京介くんよりも低い目線になっとるな。どうしても話したいことがあって。犯人探しをやめてほしいっていう話なら無駄だよ。僕は急いでいる。もう待てない。この辺のセリフは一緒と同そじ。れはそうなんだけど、違うんだ。京介くん、こう見たら結構イケメンだね、君。髪の毛の質とパーマの感じが結構おしゃれっぽいぞ、お前。まずは僕が思い出した。君のお父さんとの話について説明させてほしい。なんか京介くん、容姿的にさ、もしかしてさ、ペルソナとか扱って、ジョーカーとかいう名前で活動しとったりしない？そんな見た目にちょっと見えてきたね、君。僕の父の話？なんで急に父の話になるんだろう。脈絡のなさに僕は困惑する。そうか、ここでユリアちゃんがこの時にどんな心境になっていたかっていうのがわかるんじゃ。なのに桜井くんは僕を無視して話を進めていく。どうやらついさっき二階堂くんに会って話をして思い出したらしいのだ。あの表彰式の日、父は遅刻こそしたけれど会場にいたこと、総出にはお祝いのぬいぐるみを抱えていたこと、父はずっと僕が学問の道を歩むことに迷っていたという事実。父は父なりに僕の幸せを願ってくれていたんだという真実。物理学の分野に行かなくても、どうにかユリアなりの幸せをつかんでもらえればそれでいいと心の中に思っとったと。桜井くんの口から明かされたのは、そんな僕の知らない父の姿だった。僕は大切にされていたんだよ。ちょっとした行き違いで互いの思いが届いていなかっただけなんだ。お父さんは東国のことを大切に思っているよ。何それ。父が、父さんが僕を思ってる？ああ、お父さんの中にはいつだって変わらず東国の居場所がある。ちょっといなくなったくらいで失望されることはない。だから焦ってここを出て行こうとする必要なんてないんだ。なんなら物理以外の分野で頑張ってくれてもお父さんは何とも言わん。それを応援してくれる、そんな父親じゃないかな。桜井君は熱を持って僕を説得しようとしている。だからこそ全て桜井君のついた嘘なんじゃないかと疑った。あ、嘘だと思っとったんじゃ。口から出まかせばかり並べて僕を騙そうとしているだけじゃないか。でも、そうだって断定する確証もない。桜井くんが僕の知らないところで知事と接触していた可能性は十分あり得る。少なくとも中学の時に父が呼ばれてシンポジウムが開かれたのは事実なんだ。その時に会っていて、桜井くんの言う通りのやりとりがあった可能性は、本当にあるのか？ここ疑問形なんじゃ。それだって2人が会っていたって確証はないんだ。父さんは東国が僕らの中にこそ居場所を見つけることを望んでいた。僕らだってそれを望んでいるよ。だから昔みたいに8人で力を合わせよう。そうすれば脱出の方法なんて。握り拳、左手の握り拳強いな。なんか政治家のポスターみたいな感じになってる。わからない。わからないよ、桜井くん。君の声がどんどん遠くなっていくんだ。桜井くんの語る父を信じたい僕と、これまで積み上げてきた父の印象から避けられない僕とが、頭の中でせめぎ合っている。
ギャップがあるんじゃ、これ前の自分が持ってきた父の像に、像とは。なんかもし君の言う通り、父がずっと僕のことを思っていたのだとしたら、すでに彼のそばに僕の居場所があったのなら、僕は今まで何をしてきたって言うんだ。わからない、わからないからこそ確かめるしかない、考えるしか、僕はやり方を知らない。出て行って。え、今の僕は混乱してしまっているみたいだ。合理的な判断ができる気がしない。でも出て行ってくれ。わかった。こんな夜中に突然、あれ、本当にごめん。どうでもいいけど、桜井くんって右目の右下あたりにほくろがついたんじゃ、泣きぼくろ。桜井くんの顔を見ないように、僕はドアを閉める。見れば感情が引っ張られてフラットな気持ちで思考できなくなりそうだったから。天才少女でもわからない心の謎がそこにはあったのか。そうよな、天才少女といえど、経験が、人生の経験でこんな感情を思ったことはなかっただろうに。ざわつく心が落ち着くのを待った。これもユリアちゃんの中の葛藤だったのかもしれんな。それで京介くんの言う通りの父の像を信じてしまったら、これまでやってきた自分のアイデンティティを否定することになってしまう。そう考えたんだろうな。ようやく静まってきた頃、僕は静かに息を吐き、桜井くんの言葉を、なんて思うんすか、これ前にも見たことある感じだ、なんか見たことあるけどさ、そもそもどうやって読み方をさ調べればいいかわからないんだよな俺辞書とか持ってないし。お父さんの中にはいつだって変わらず東国の居場所がある。なんだそれ、僕の居場所は最初から父のそばにあった。その父は僕の居場所を桜井くんたちの中に見出すことを望んでいた。そんな素振り父は一度も見せたことなんてない。なんでそんなことを僕の知らないところで僕の友人に頼むんだ。それは物理に集中しすぎて周りを見えなくなった時に、誰か他の友達にストッパーを持ってほしかったんじゃないかな。それじゃあ僕から逃げているだけだって、なんで父は気づかないんだ。なんで今さらそんな。それも お父さんがさ、ユリアちゃんとどう接していいかわからなくなったっていう、そちらも葛藤。東国ユリアの話は葛藤の物語と言っても過言ではないかもしれんな。父は厳格で常に高みを目指すような人だ。ひたすら自分と向き合い高めようと努力を重ねてきた人だ。だからこそ僕も自分と向き合うため父に習って捨ててきたんだ。父に認められたいがために無駄を削って生きてきた。いつしかその無駄に彼らも幼馴染グループも含まれていた。だから僕はその時から友達を作ることをやめた。父に認めてほしくて、認めてほしくて、あれ？ダメだ。褒めてほしくて、他をそぎ落として突き詰めるために、そうやって世界に認められた父の姿に、誰よりも僕は憧れたから。その父が僕を否定するどころか、逃げるなんて。正直、僕の心は揺らいでいた。そうな。こんな風に葛藤するのは初めてだ。でも、整理すれば簡単な二択だ。
桜井君の言うことは何の確証もない推測。カヤ自身が見て聞いたことだとしても、僕には確たる証拠なんてない。それなら一番合理的な手段、つまり犯人を探すべきだ。ああ、京月君がああ言ってなお犯人を探そうと決意してしまったんだな。けどさ、この後第5章とかに入っていったらさ、結局犯人が誰だっていう話になって、それが結局重なり合ってどんどん人が消えていって、残り人数が少なくなった時点で真実が明かされたっていう感じだったんよな。その犯人だって見当はついているんだから。けど一方で坂井くんの言うことを気にしている僕もいる。おそらくその答えはあの金庫の中にある。ただ金庫の暗証番号キーは間違えるわけにはいかない。検証はさせてもらえないぶっつけ本番だ。でも桜井くんの言葉からなんとなくではあるけれど可能性は見えた。あ、でも3章の時点で開いとったもんな。ってことはその可能性が本当に確信だった感じなんじゃ。突破劇やな、これ。突破劇やな。内村さんがしっかりしとるやつやな。これは賭けだ。実に非合理的な手段。合理的な前者か、非合理的な後者か。今の瞬間、僕は、この世界が提示したミッションに向き合うべきか、それとも父の金庫に向き合うべきか。そうか。ああ、ここ俺が選んでいいんか。いや、それ俺が選んでいいところなんじゃ。ちょっと待って。まさかこれ両方とも選べるパターンなんかとは思わんかったもん。え、だって第一章はさ、こっち行ったんよな。え？これはどういう考えで行けばいいんかな。第一章じゃあ、なんか何らかの理由でユリアちゃんが消えてしまったから、ダメだったっていうことでさ、正解ルートはこっちなのか、どっちなのかって話をな。このまま犯人を探し出すっていうのはよ、いや、結果的にさ、なんか、そういう道になったけどさ、一周目は。え、どっちだこれ。一周目通りに向かうのか、え、一周目とは違う答えを出すのかって話だな。え、どっちがいいんだろうこれ。先に見るはどっちの方がいいんだろう。まあ、西部先戻ってこれるけん、気楽に考えて、一周目と同じ展開を先に見ておくか。気になるもんな。一周目はどんな感じで消えていったかって、ユリアちゃんの存在が消えたかって。僕は部屋を飛び出した。向かうのは自宅だ。第3章で扉が開いとったってことは、つまりこっちに来たんやな。一周目は、一周目のユリアちゃんは、つまり一周目のユリアちゃんは彼女らしからぬと言えばらしからぬかもしれんけど、非合理的な方を選んだと。家に着く。靴を脱ぐのも忘れて中へ入り、父の書斎に入った。父の金庫は決して開けてはいけないと言われていた。そもそもパスワードも知らない僕が開けられるはずもなかった。父は金庫には宝物が入っていると言っていた。重要な書類や未提出の論文が入っていることは知っている。でも他にも宝物が入っていると言っていた。その宝物が何かは父しか知らない。僕はジュリーと違って出来が悪い。ジュリーのように天才ではない。だからずっと父に見捨てられて
見捨てられたのだと思っていた。でも憧れの父にまた振り向いてほしくて、僕は何度も難題に挑戦してきた。たとえその都度知事から否定的な言葉が返ってくるのとしても、思考を止めるわけにはいかなかった。僕はそれしか方法を知らなかったから、しかし京介くんの言葉を聞いて別の方法を知ってしまったというか、可能性を見出したからこそここに来たんだ。そして今目の前に新たな難題が待ち構えている。でもなんとなく仮説は立てられていた。あとは検証するだけ。暗証番号という言葉、答えを入力するだけ。手震えてるじゃないか。受賞式の時ですらこんなことはなかったのに。もしも今思い浮かんでいる仮説が正しかったとしたら、僕は一体何を切り捨ててしまったんだろう。何をっていうのは多分幼馴染みんなのことなんだろう。それは今からでも拾い直せるのだろうか。暗証番号を入力する。0616。え、なんでその番号なん。0616。僕の誕生日だ。あ、誕生日なんじゃ。あいだー。そうか、わざわざ娘の誕生日にしとんやもんな。大切に思ってないはずがないだろう。電子音がして金庫が開錠した。ベタだったな、意外と。手でゆっくりと開く。中を見た途端、何が何だかわからなかった。出てきたのは子供の落書き。クレヨンで書いた手紙のようなもの。お父さんと書かれた似顔絵。すべて僕が小さい頃に父へプレゼントしたものだった。そう、大切に、大切に保管していた。全部、取ってある。大事に、取っていたの。これが京介くんが言っていたことを証明する、裏付けする、何よりの証拠だった。さらに金庫の奥に何かがあるのを見つけ、震える手を伸ばす。柔らかいクッションのような感触。それだけで、いつもあれを肌身離さず持っている僕は気づいてしまった。僕が掴んでいたのは、ぬいぐるみの手。引っ張り出してみれば、それはパティと同じ種類で色違いのぬいぐるみだった。これは。きっと、父が僕へ渡せないままになっていたぬいぐるみだ。褒めてくれると買ってくれる父からのプレゼント。桜井くんの言っていた通りなのかもしれない。証明完了。このぬいぐるみは、あの授賞式の日、お父さんがあの場にいたことの証だ。渡せなかったやつやなけんな。お父さん。居場所があったんだよ。むしろさ、だいぶ思い続けてくれとったよな。ここまでしてくれとるお父さん、なんて不器用な人なんだ。そして僕もなんて不器用だったんだ。帰ったらお父さんに言ってやりたい。思っていることはちゃんと言わないと伝わらないんだよ。言葉にしてみれば常識だった。常識な文章だけど、これほど難しくて意外とできていない人が多い。ちゃんと言うことで初めて相手に届くんだよ。そして僕は父さんに言うんだ。
今までずっと溜めてきた気持ちを。寂しかった、怖かった、辛かった、分かってほしかった、認めてほしかった、ここにいていいと言ってほしかった、必要としていると態度で示してほしかった。あ、もしかして、あれ、下向いてたユリアちゃんのおっぱいの膨らみ見えてるやん。今頃気づいたわ。こんなタイミングで気づいちゃった。ああ、今はそういう雰囲気じゃなかった。ごめんなさいね。いや、今の、あ、やっぱりか。記憶が思い出した。一体何がきっかけになったかはわからない。けれど、ずっと輪郭のぼやけていた記憶が瞬く間に像を結んでいった。やはり僕たちは記憶を失っていたんだ。はあ、なるほど。そうだ。そうだったよね。ここで思い出した。僕たち幼馴染グループはいつの間にか疎遠になってしまった。桜井くんの妹であるリンちゃんが亡くなった日を境に、僕たちの関係は少しずつ変化していったんだ。そしてその後に、なんで忘れていたんだろう。なんで酔いにもよって僕が忘れてしまっていたんだろう。そりゃ黒の世界に閉じ込められもするさ。ごめん、ごめんよ二階堂くん。あの後、カレンちゃんと一番話していたのは私だったはずなのにっていうことやな。あ、私だったって、ユリアちゃん自分のこと僕って言うのよ。うん、全ては自業自得だったんだ。父のそばという居場所に固執し、盲目的になり、肝心なものを見失って、大事なものに気づけなくなって、そして大切なものを失ってしまった僕の自業自得、あるいは僕が背負うべき業だったのかもしれない。だからこそ願わずにはいられない。光が、捨ててきたものは今からでも拾い直せるのだろうか。視点が京介くんに戻る。あ、こっから一生と一緒やな。そしてここに来てみたら、少しね、この辺はちょっと飛ばさせてもらおう。そうそうそう、二度と荒らすことはなかった。僕が一番欲しいのは、2週目としてはこれで次の第3章に入っていく形になるんじゃ。じゃあもし犯人を探す方を選んでいたとしたらどうなっていたんだ。